やったときは音がない状態でやりましたけどね。2009年か。どうしましょう。続きからやるか、また最初からやるか、どうしようかな。また最初からやりますか。ニューでね。はい。もう一回やりましょう。これはカットはできないらしいね。またさらわれた。2009年なんですね、Wii のスーパーマリオ。コクッパ、1匹置いていった。いやいや、すごいっすね。今回は、音割りでプレイできます。これ2人同時プレイできるんじゃなかったでしたっけ、これ確か。なんか昔友達と、これね、Wii のスーパーマリオが出た当時にやらせてもらった記憶があるんですが、確か同時プレイでやってた気がするんですけどね。協力プレイで。これいつも思うんですけど、これマリオね、ブロックにぶつけて、頭ぶつけて、なんかね、いつも通る、痛くないのかなと思いますよね。正直なところね。石頭なんでしょうね、マリオって。はい、分岐点ですね。プロペラマリオ。いやー、Wii のゲームをね、PS3 のコントローラーでやってるんですからね、ちょっと不思議な感じありますよね。はい、これね。これです。Wii のゲームをこれで、PS3 のコントローラーでやってますと。はい。これね、Wii のコントローラーをなんか iPhone に触れって書いてるんでしょうけど、できないですから。 PS3 のコントローラーですからね。振ったら飛ぶ、このプロペラ飛ぶってことなんかな。プロペラマリオは、それはできないからしょうがないですよね。普通にやるしかない。はい、1-2。これが入ってるから
ニュースーパーマリオブラザーズ DS は入ってなかったのかな、よくわからんけど。これ DS 版入ってなかったんですよね、マリオのね。氷マリオですね。何マリオって言うんですよね、これ。氷マリオなのか、氷河マリオなのか、ブリザードマリオなのか。どう、言い方がわかんないですね。ファイヤーマリオという言い方から考え、多分英語で表現するんでしょうから、多分、ブリザードマリオなのかな。ブリザードマリオっていうのもちょっとなんか、ちょっと変な気もするけど。あ、そうか。あ、しまった。食らってもうた。取りたいんですけどね。あれ、うまくいかない。これ蹴りで、蹴りつうかあれ、あーでもなかなかうまくいかんな、これ。よし、取れた取れた。はい、凍らせてしまうんですもんね。はい、分岐点ですね。これずっと乗ってたら崩れるんかい、これ。ああ、そういうことか。壊せるわけじゃないんですね。もう前回音なしでやってたからね、結構。そんなにやる気がない感じでやってましたけど、今回音があるからね、ちょっとやる気は出ますね、やっぱりね。前回の音なしの時は結構なんつうのか適当にやってたって感じですけど、こっち行ってみるか、上行ってみるか。前前回ここ行ってないですからね。英語だから何か書いてあるのかよくわからんな。パワーアップパネルズ。もう何をするんよこれ。あー、叩くのか。神経衰弱みたいなもんや。当たった。スーマリオ3でもあったあの神経衰弱やね。適当にやるしかないよな、これは。これで終わりか。はい、1アップしたのかな。いや、すごいね、Wii のマリオがプレイできるなんてね。先ほどやってたファイナルファイトとは打って変わって全然違いますよね。殺戮的な世界観から急にこういう平和的な世界観のゲームになった。
よし。ホバリングもできるし、今踊ってたの。なかなか降りてこないのか。あ、効かないんや。ハンマーボロサは食べれないんや。あ、逃げてった。ハンマーボロサは効かない。あ、戻ってきた。あー、落ちちゃった。おっと、危ね、危なかった今。分岐点、はい。もうほとんどヨッシーがいれば無敵に近い感じですよね。あ、青いヨッシーどうちゃうんやろな、普通のヨッシーと。おっと、あ、逃げた。これ追いかけたらあれなんちゃうの、乗れるよね。うん、おっ、ファイヤー吐くんや、このヨッシーは。あれ、コイン取りたいけどな。あ、そうか、ヨッシーがいるときはあれか、あれできないんや、あの壁蹴りが。逃げるしかないな。はいはい。いやー、これは。ボーナスステージか、また。連れて行かれた。はい、なんかもらえるやつやね。プレゼントもらえた。スターですね。これなんやろうな。セーブしてんのかな。どうなんでしょうね。セーブって感じはしないか。はい。お城ですね。コックッパのお城。ガロンですね。
作るのか。あ、でも倒せないですもんね。凍ってるだけだから。あ、しまった。じゃんけんの泣きもある、ね、え、分岐点これまあ潰されるんですね。潰されるときはこれやられるんですよね。気をつけないと。見つけた。チャップチャップ。コインもあるなぁ。まあいいや。うん、全部取れた。ああ、1アップや今の。あ、取れる取れる。さあボスですね。ココッパ。ああ、3回踏めはいいんでしょうけど。倒しました。逃げるんでしょうね、これでね。はい、前回はここまでやったんですね。ここでセーブしてやめたんですよね。あ、ここでやっぱセーブできるんやっとね。はい、ここでやめたんです、前回ね。ジョッキですね。あ、海か。海の面か。いや、海の面になるとグラフィックがすごく綺麗ですね。またさらに。なんかファイヤーよりも氷の方が出やすいですね。あー、あれか。なんかちょっと水の流れがちょっとあれないよ。ここもこれが出るん
現実的に考えれば水の中で氷放てるっていうのもちょっとおかしいんですけど。危ね。多いな、氷がここに来てんですね、はい、おっと危ない。あ、ちょっとこれ取れにくくなって、取るの難しくなってんのに。あ、取れた、はい。あの貝殻は凍らせないのか。また氷や。常に取れる状態になってる。ああ、そうか、ここ取るの難しいのか。ちょっと難しいな、取るのが。まあいいや。取っても大丈夫な。ああ、食われた。食われてしまった。ああ、そうか。そうか、水がこうなってるから下行けないわけや。ああ、そう、化けの子取れない。やばいやばい。ああ、トゲがついたブクブクがいるんや。ああ、取れなかった。うわー、来るか、こっち。追いかけてくるの、こいつ。追いかけてくるんかいな、お前。厄介やな。あー、やられた。スイッチアップ取りたかったんけどな。最初からもしかして、これ。あ、そう、分岐点か。分岐点からやね。ゴールの直前でやられちゃったんやな、今な。コイン取ることは意識しなせんでいいや。これスーパーキノコや。あ、これか。こっちから取りにくいからいいや。よし、もうここでやられたんですね、さっきね。あー、しまった。もういいや、クリアしちゃえ。
はいはい。対決ってことがクリボーと。どうするのこれ。助けるってことがいい。はい、助けたってことよね。ジャンキー増えた。はい、ファイヤーマリオですね。久々のファイヤーマリオ。やばい、危ねえ。今死ぬか、死んだかと思ったやん。よし、残機超えた。ああ、豆の木。もう入るんか。あー、しまった。あー、下穴じゃなかったのか、よかった。あ、いや、もういいや、いっちゃえ。中、分岐点ですね。しまった。今キックしなかったよ。壁キックせんでもよかったのに、してしまった。はい、クリア。またお城。まだ1なんですね、ワールドがね。歯車がすごいな。わ、危ね。あ、取らんでいいや。やばいやばい、あ、危ね。ちょっと危なかった今。こうやね、ちょっとギリギリなんですね。分岐点。おお、ドッスン来た。まあまあ、取らんでもいいな、あいつに。はい、ああ、なるほどね。ドッスンに壊して、とあれしてもらうわけ。ああ、しまった。ギリギリ食らった。
これも勢いでいきゃいいんちゃうのこれ。全部取れた。ああしまった。あれ取るか。あでも間に合わないな。うわでっか。巨大ドッスに。ああ、やばい。よし。これでボスかな。コクッパはまた1のコクッパやんね、これ多分。一人目のコクッパやんね。やっぱこいつやな、まだ。何？ああそうか。踏み潰しにくい地形になってるわけや。ああしまった。スーパーキノコ持ってない状態やからな、ちょっと不利やな。また分岐点からか。ボスからじゃないっていうのがちょっとな、めんどくさいな。こっから一回外に出されるねんな、死んだら。取ってからしゃがんでればこれ大丈夫なんですよね、多分。うん、そうですね。で、これでこういきゃいいんですね。これダッシュできゃいいね。ああしまった。今なんか知らんけど壁キックしてしまったんですよ。壁キックのね、なんかしてまうんですね、あれね。余計な壁キックしたくのもないのにしてしまうんっていうかね、余計なあれですよね。なんか同じところやらされるのってなんか嫌ですよね。ストレスになるんですよ。こういう時にクイックセーブあればいいのになって思っちゃうんですよね。クイックセーブ機能が欲しいって思いますよね。同じとこ何回もやるのって。そういえばこれクイックセーブできるんですかね。セレクトをしながら、あ、Wii はできないのかもしれんな。なんか他のゲーム機はできたみたいですけどね。クイックセーブ、Wii はできないみたいですね。はい、落ちてきた時にすぐにあれやね。取った時点でもうファイ、コイン全部取った時点ですぐファイヤーボール、キノコ落ちてくる、キノコちゃんはファイヤーフラワー落ちてくることはね、予測してあれしなきゃね。ああそうか、効かないんやったカロンにはファイヤー。
あー、しまった。おい、それせんでええねんて。なんでダッシュすんねん。ダッシュちゃうわ。壁キックせんでええって。壁キック機能結構ね、余計なんですよね。いらないんですよ。あれすると、あれ余計危なくなるんですよね。また同じとこやらないかんやん、これ。結構難しいな、この面。壁キックせんでええねん。Wii のね、スーパーマリオはね、やったことあるけど持ってないですからね、ゲームソフトはね。カロンにはファイヤー効かないこともちょっとあれしないと。ちょっとギリギリやったな。なるほど、跳ね返るんですね。あー、しまったしまった。これですよ、今の。ああいうなんかね、壁蹴りしてしまう時がちょっと嫌なんですよ。あ、危ね危ね。ここはもうそのまま行けばいいですね。さあ、ボス戦ですね。こいつはファイヤーボールはあんまり効かないのかな。ファイヤーボール当てまくって倒すってことはあんまりできないのかね。踏まないとやっぱダメなのかな。なんか当ててもあんまり効いてない気がするんですけどね。地形が動くようにね、魔法かけられるというか。これで1ワールドクリアかい。結構あれですね。あ、ピーチ姫いる。これ2面のやつやね。コクッパですね。ピーチ姫いますけどね。何回ピーチ姫さらわれてるんだって話ですけどね。これセーブできるのかな。今度は2ワールドですね。こいつが2ワールドのコクッパ。録画時間があと5分ぐらいですね。砂漠の面か。スーマリ2-3と同じですね。砂漠2面が2ワールドが砂漠っていうのは。どないなってんのこれ。砂の上は乗れるのかい。あ、乗れるというかあれやんな。
ああ、だから壁切れせんねえねえ。こっちの面どんな面。若干音割れがあるかな。鉄球ブロスってやつかい、あれは。もしかして鉄球ブロスか、ブロスなんかな。あ、チャップした。うわ、うわ、何これ。シャップや、はい、分岐点ですね。おっと、ずっと転がってくるのかこれ。危ね。ちょっとここ、そうか、そうか、またここからこっち側行くか。あともう録画時間がもうないですね。おお、しまった。時間がない状態で、ああそうか。はい、じゃあ終わります。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。